イスラム黄金時代、イスラム黄金時代、イスラム黄金時代とは1258年のバグダードの戦いまで続いたアッパース朝時代の故障である。イスラム黄金時代やイスラム黄金期と表記されることもある。イスラム黄金時代は8世紀中期にアッパース朝が成立しダマスカスからバグダードへの戦闘が行われて始まった。アッパース朝の学問に対する姿勢は 学者のインクは殉教者の地位よりも尊いい言った知識の価値を強調するクルアーンの訓戒やハディースの姿勢に大きく影響を受けた。アッパース朝時代、アラブ世界は科学、哲学、医学、教育などの知識の集積所となった。アッパース朝は知識人の庇護を行い、バグダードに知恵の館を建設した。知恵の館では、ムスリムの学者もそうでない学者もべての世界の知識を 収集し、アラビア語へと翻訳していた。他の地域では失われてしまった多くの知識は、アラビア語やペルシア語へと翻訳された後、さらに、トルコ語やヘブライ語、ラテン語へと翻訳された。この時代、アラブ世界は古代ローマ、中国、インド、ペルシア、エジプト、ギリシャ、東ローマ帝国から得た知識を集積、大きく発展させ文化の中心地となっていた。 バーナード・ルイスは次のように述べている。イスラム世界は古代中東、ギリシャ、ペルシア帝国の知識、技術を受け継いだ。彼らは中国からト来した紙の製造方法や、インドからもたらされた重信法のように、イスラム世界外部から入ってきた重要な新知識を手に入れたのだ。イスラーム美術の黄金時代は750年から16世紀まで続いた。この時代、 ラストアヤなどのイスラム陶器、ガラス、金細工、織物、装飾写本、木工技術などが発展した。写本の文字の装飾は非常に重要性の高い技術とされ、ペルシアではが発展した。アラビア語の筆記で非常に重要とされたカリグラフィーは、写本や建築物の装飾に用いられ、大いに発展した。人間の描画を禁じるイスラム教の教えは、 カリグラフィー発展の大きな要因となった。イブン・ルシュドやイブン・シーナーはアリストテレスの著作の保存に大きな役割を果たした。彼らはキリスト教世界、イスラム世界における宗教と関係のない知識の習得を目指していた。彼らは中国やインドからも知識を吸収し大きく発展させた。イブン・シーナーやキンディー、ファーラービーなどの思想家は アリストテレス学派やネオプラトニズムといった思想とイスラムの思想を融合させた。アラビア語の哲学書はラテン語やラディーノ語へと翻訳され、近代ヨーロッパ哲学発展の一因となった。社会学者権歴史家のイブン・ハルドゥーニやギリシャの医学書を翻訳したカルタ語市民のコンスタンティヌス・アフリカヌス大数方程式の解放などを記した数学書を表したフワーリズミーなど、 優れた人材を多く輩出した。イスラーム黄金時代はムスリムでない学者も定調に扱っており、アンダルシア在住のユダヤ人哲学者、モーシェベンイコールマイモーオンが例として挙げられる。イスラーム黄金時代には多くの著名なムスリム、非ムスリム科学者を輩出した。この時代にムスリムの学者が成した功績の一つとして三角法の改良がある。これは、 月齢の計算を容易にした。このほか工学や天文学の分野でも発展が見られた。イスラム医学、アラビア医学、ユナニ医学、ギリシャアラビア医学は、主に古代ギリシャ、古代ローマ、ペルシア、インドの伝統医学の理論と実践をもとに発展した。ただし、医師はアラビア人、イスラム教徒に限られず、むしろ著名な医師にアラビア人は少ない。 多様な民族、宗教の医師が活躍している。イスラム世界の学者にとって、ヒポクラテスやガレノスといったギリシャローマの医師は医学の権威であった。そのため、古代ギリシャローマの医学をもっと利用しやすく、学習や教育が容易なものにするために、膨大で矛盾もある知識を整理し、百科事典や要約を作った。シリア語、ギリシャ語、 サンスクリット語の膨大な著作がアラビア語へと翻訳され、これらを元に新しい医学体系が作られた。アメリカが衆国国立医学図書館のデジタルアーカイブより、ローマ帝国東西分裂後、西ローマ帝国ではギリシャ語は使われなくなり、西ヨーロッパからギリシャ語の医学書の多くが失われた。ローマ帝国の公用語であったラテン語は、西ローマ帝国滅亡後も、 ローマカトリック教会の公用語として利用された。日常で話されたわけではなく、公文書やミサ、学術研究などに限られているが、聖職者、貴族といった西ヨーロッパのエリート層は、一般にラテン語による意思の疎通が可能であった。西ヨーロッパでは、12世紀ルネサンスと呼ばれる時代に、 古典文化の復興が見られ、イタリアやスペインでアラビア語やギリシャ語の文献がラテン語に翻訳され、ガレノスやヒポクラテスの作品を含む古代ギリシャの医学書が再発見されることになった。翻訳の正確性はともかく、イブンシーナーの著書のような体系的な医学書は、ラテン語に翻訳さ、写本や印刷本という形でヨーロッパ中に広まり、西ヨーロッパの医学に 大きな影響を与えた。15世紀と16世紀の間だけで、医学転半は35以上も版を重ねた。アメリカ合衆国国立医学図書館のデジタルアーカイブより、中世のイスラム世界では、すべての大都市に病院が建設された。例として、カイロには、内科医、薬剤師、看護師などが勤務するがあった。ナイル川やチグリス川、ユーフラテス川といった、 大河川から離れていたため、航行できる川は少なく、海上交通は非常に重要だった。航海学は大きく発展し、原始的なロ分プにカマルも作成された。地図と組み合わせることで、航海士は陸図体ではなく、海洋の中を航海できるようになった。イスラム世界の航海士は三層の大型商用ホブネを地中海へと漕ぎ出す役目を果たした。 小船の名前であるキャラベルは、初期のアラブの船の名前である、カーリブ、コリブから取られたと考えられている。イスラーム黄門時代には、遠方の国家との交易も行われた。紙は8世紀に中国からイスラム世界へと伝わり、10世紀にスペインへ、さらに他のヨーロッパ諸国へと伝わっていくことになる。羊皮紙、パピルスよりも製造しやすい上に破けにくく。 インクの吸収も良いためクルアームの写本作成の媒体として理想的であった。イスラム諸国の製紙業者は同時代のヨーロッパよりずっと多くの出版物を製造するため手書き写本を流れ作業にする方法を考案した。アマを用いた紙の製造技術はイスラム世界から世界の他の地域へと伝わっていった。アメリカが衆国国立医学図書館のデジタルアーカイブより チュニジアにあるは西部イスラム世界最古のモスクであり、以降建築されるモスクの手本となった。ウクバのモスクは初期の大モスクのうち最良の保存状態を保っている重要な建築物である。670年に建築され、旧世紀より現在の面影を保ち続けている。ウクバのモスクは正方形による三層のミナレットから構成されており、 広大な中庭の周りには、中楼式の玄関と、頂点部分が円形状になっている、大量の柱に囲まれた礼拝広場がある。847年には、イラクのサーマルダーに大規模な螺旋状のミナレットである、マルイアミナレットが建設された。ムーア人は785年に、スペインや北アフリカのイスラーム建築の先駆けとなる、コルドバメスキータの建設を始めた。 このモスクの特筆すべき点として内部の加工構造がある。ムーア建築はグラナダの重要文化財であるアルハンブラ宮殿の建設において最盛期を迎えた。アルハンブラ宮殿は赤、青、金で装飾された建物と広々とした内部空間から構成されている。壁面は葉のモチーフや装飾体のアラビア文字、アラベスク模様などで装飾され、 釉薬を塗ったタイルで構成されている。もう一つの独自建築の例としては16世紀、ムガル帝国の建築がある。イスラム教とヒンドゥー教の要素を融合させ、1500年代後半、アクバル帝は当時の首都アグラから西に約4 0トルのところにフテープルシークリーを建設し、短期間ながら戦闘を行った。11から12世紀に十字軍が イスラム世界へと旅重なる進行を行ったが、最大の危機となったのは13世紀におけるモンゴル帝国の侵入であった。1206年、ジンギスカンはモンゴルを中心とする中央アジア、一帯に帝国を築いた。その後モンゴル帝国は、東は中国から、西は古代イスラム帝国やキエフ大公国まで、ユーラシア大陸のほとんどの地域を征服した。 数説では1258年のフレグによるバグダードの破壊がイスラーム黄金時代の終焉とみなされている。ティムールのような後年のモンゴル人による帝国のように彼らは多くの町を破壊し何百何千という人々を虐殺した。この破壊行為はメソポタミア文明から続いてきた考え様式に取り返しのかない損害を与えた。以後、 モンゴル帝国に屈服したムスリムたちは南西部にあるメッカよりも北東部となる中国へ続く陸路と向き合うことになった。次第に西アジアに定住したモンゴル人の多くがイスラム教へと改修し多くはトルコのムスリムと同化していった。オスマン帝国は彼らの子孫によって建国されたものであるが一般的にはモンゴル帝国による征服をもって イスラーム黄金時代の終わりとしている。イスラーム黄金時代の衰退の正確な原因として、学者間で合意を得られている要因は少ないが、モンゴル人や十字軍の侵攻による、図書館やマドラサ、イスラム教神学校の破壊に加えて、政治における失態やイジュティハード、独立を求める要因となったの窮屈さ、制度化された模倣志向なども、衰退の原因として挙げられている。 しかしは、創造的思考の欠如が原因であるとの考察を否定し、科学は常に宗教的要素とは混じり合わないと主張した。彼はその代わりとして十四世紀のサッカイブンハルドゥーンの著作を引用しながら、政治的、経済的要素が衰退の原因であると分析している。近年、何人かの学者がイスラーム文明という誤った用語に関する問題点を指摘している。 その中でもイランの歴史家博士は自身の著書である復興や1400年以後の中でイスラーム科学のような区分に関する議論自体への疑問を提起している。シャーファは宗教は基本的に古代のあらゆる帝国で権威をもたらすものとして用いられてきたが特定の地域で行われる信仰が科学技術や 芸術の発展へ貢献したと断じるに足る十分な要因とはなり得ないと述べている。人類の歴史上の様々な帝国が国境とする宗教を有していたが、通常では人がなした功績をその人の信仰宗教と結びつけることはしない。例として、キリスト教国だった古代ローマ帝国や東ローマ帝国、その他のヨーロッパの国々がなした功績はその文明で、 聞こた出来事として語られるのであって、キリスト教の信仰により生まれたなどと語られることはない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。